藤崎健一郎は朝日放送テレビのアナウンサー。神奈川県藤沢市出身、中学生、高校生時代を福島県で過ごす。身長186センチメートル。大阪芸術大学芸術学部放送学科を卒業後の1996年にアナウンサーとして朝日放送に入社。若手時代にはスポーツアナウンサーとして、 プロ野球などの中継で実況やリポーターを経験した。現在でもスポーツ番組のナレーターや他のスポーツアナウンサーのデスク業務に従事。2020年春頃からはシフターを任されている。2019年の第101回全国高等学校野球選手権大会中継では自身と同じスポーツ担当経験者の柴田博士と共に一部のカードで 活躍選手へのインタビュアーを務めた。ニュース U のサブキャスターを務めていた2011年には、東映制作の実写映画、連合艦隊司令長官山本56にエキストラとして出演した。朝日放送ラジオでは、朝日放送時代の2010年3月15日から、月曜日早朝のラジオ放送開始のアナウンスを担当。 同年3月22日から2014年8月までは、毎週日曜日深夜に流れる放送終了のアナウンス音源にも、藤崎が声を当てていた。さらに、母校、大阪芸術大学に関する番組を放送する場合には、ナビゲーターやインタビュアーを担当。2016年4月から2018年12月までは、中野島ミュージック写真館のパーソナリティを務めた。 大学時代はアメリカンフットボール部に所属。現在の趣味はジョギングで、2011年頃から年に1、2回のペースでフルマラソンを走る。篠山 ABC マラソン大会に2012年より出場しているほか、2014年秋には神戸マラソンに出場。道上洋蔵からはナレーターランナーと呼ばれたことがある。顔立ちはキリンやシマウマに似ていると言われている。 2006年に熱ット甲子園のナレーターを務めて以来、スポーツ関連のドキュメント、情報番組のナレーターとしての活動が目立っている。2010年の第82回全国高等学校野球選手権大会期間中には、トラバンのナレーター、ニュースユーのサブキャスターと兼務しながら、朝日放送のアナウンサーとしては番組史上最長の5年連続で、 熱湯甲子園のナレーターも務め上げた。2011年にも同様の体制で熱湯甲子園のナレーターを担当。以降も熱湯甲子園のナレーターを毎年担当している。新型コロナウイルスへの感染拡大の影響で、第92回選抜高等学校野球大会、第102回全国高等学校野球選手権、大会及び、 選手権大会への出場校を決めるすべての地方大会が中止された2020年には、例年ナレーターを務めている熱湯甲子園や速報、甲子園への道も放送休止を余儀なくされた。しかし、2020年甲子園、高校野球交流試合が8月10から12日、及び15から17日に開催されることに伴って、 2020高校野球僕らの夏のナレーションを一手に担っている。スポーツ番組以外の分野では、なるみ、岡村のすぎる TV や一部のラジオ CM で、声優のいいゆみいえの声色を真似ながら、ナレーションをつけている。テレビ以下の番組では、いずれもナレーターを担当。ラジオテレビラジオ2018年4月1日に旧、朝日放送が、認定放送持ち株会社の、 朝日放送グループホールディングスへ移行したことに、伴って、同局に所属していたアナウンサーは、全員、新会社の朝日放送テレビへ転席した。そのこともあって、ズーズー弁を流暢に話すことができるという。2015年2月27日放送、おはようパーソナリティ三上洋蔵ですにて7時台、ABC ニュース担当後のフリートークより、その2日後には、 篠山 ABC マラソン大会を控えていた。穴ア穴ナアナ2010年5月24日付。また、サクサク土曜日、中村祐二リス2015年10月31日放送分、サクスポ。にて、マイナビ ABC チャンピオンシップ2015の話題を取り上げた際、先輩アナウンサーの中村裕二が、同日の中継インタビュアーを務める藤崎を、シマウマと呼んでいた。 2010年には高校野球中継により17時台の放送がない。一方でメインキャスターを務める同僚アナウンサー、昭憲雄介を育児及び眼病で書く状況だった。放送上は大西洋平と交代で担当。放送上は加藤太平と交代で担当。2016年の熱湯甲子園では京都のドカ弁と呼ばれた京都商栄校の石原兵保守の 紹介 VTR で家弓風の声色を披露した。平日版司会の岩本圭介が体調不良で休演したことから当時ニュースキャスターを務めていた島田大が司会に回ったことによる暫定措置。2018年は藤崎が足の指を骨折して足元を映せなかったため顔出しはコーナー終了時のみ。担当を外れた後もマイナビ ABC チャンピオンシップ2015の インタビュアーのように単発で携わることがある。中野島ミュージック写真館2018年2月17日、放送分オープニングにて、本人団。藤崎らの前振りに続く上の区に相当する、投稿を、小川恵里子、下の区に相当する投稿を、桑原翔平が読み上げ、出来上がったフレーズの面白さを競うというもの。同コーナーが放送されていた水曜日は、かつて、 お朝終了後に中野島ミュージック写真館の収録があり、水館本番前の桑原や小川と顔を合わせることがあった。ありがとうございます。